こんにちは、さきこです。今日やっていくのはこちら、ケレンミの103やっていきたいと思います。はい、こちらも曲ですね、フューチャリング元木大森ということで、はい、大変お世話になっております。もっくんファンの皆さんはたまらない一曲なんではないでしょうか。はい、でミセスの曲とは違って、すごいさ、高音が出てくるかって言ったらね、そんなに出てこないから難易度もそこまで高くありません。ただ優しい声と地声、あとは音量の変化っていうのをしっかりとつけられると本人っぽく歌えるかなっていう感じなので、そこら辺を今日は説明していきたいと思います。じゃあ早速ね、 A メロからやっていきたいと思います。どうぞ。色のない空が包む今日が僕はやけに好きだったりする。誰よりもこの空虚な切なさを分かってくれて、気さえもする分かり合えない、擦り傷すらできやしない空気とたまに笑い合う。手を伸ばそうか迷う僕を置き去りにしようとする。はい、A メロこんな感じです。結構緑色の部分が多いですね。なので優しい声から始まります。まずスタートなんですけど、色の発音ね、色のない、ちょっとこの R の音を意識して上の歯茎に舌先をつけるような感じで歌えるといいかな。色のない、ちょっと母音変わります。空が包む今日が僕はやけに、こんな感じで音程の変化も出てきます。はい、で切るところもねしっかり出てくるので、そこを意識できるといいかな。空が包む今日が僕はやけ、僕は僕は僕はの和はしっかり上からね音を取れるといいかな。で次、空が包む今日が僕はやけに好きだったする。こんな感じでピッチの変化と切るところね、あとは R の発音です。ここ注意して歌えると本人っぽくなると思います。で次、誰よりもこういう感じでね音程の変化出てきます。ここ繊細にこう操れるとすごいねいいかな、少しね抑揚が出るかなっていう感じです。で次ですね、この空虚な切なさを、この空虚な切なさを、こんな感じでねピッチの変化とビブラート分かってくれて、Rの音です。気さえもするる、しゃくるところ、音二つで取るところ出てきます。で次ね、分かり合えない、こんな感じでねスラッシュのところを切ったと思ったら音程が徐々に上がっていきます。ピッチの変動もあります。擦り傷すらできやしない空気と、ここはこのちっちゃいツをね意識できるといいかな。擦り傷すらできやしない空気と、いのところに四角くねこうくくられてると思うんですけど、ここのねいはねこう流すようないじゃなくて、しっかり発音をするいです。できやしない空気とじゃなくて、すり傷すらできやしない空気と、しっかりねいの音発音してあげてください。たまに笑い合う、母音のねうが入ります。手を伸ばそう、こういう感じでね音量の変化出てきます。でをの発音ねしっかり発音してあげてください。で次、裏声になるの、手を伸ばそうか迷う僕を、裏声にできない人はね優しい声でも大丈夫なので、ここをやってみてください。で次、エッジから入ります。置き去りにしようとする、こういう感じで音がねピュンピュンって大きくなるところが2箇所出てきます。結構モックの声聞いてると声帯の閉鎖を強めて、少しこうジリジリしたような成分が聞こえるので、音量を上げるっていうのがいまいちしっくりこない人は、置き去りにしようとする、声帯を徐々に閉じてジリジリさせてるような、そういう音にも聞こえるので、一つ方法としてはありかなっていうふうに思います。はい、じゃあ次ね B メロです。どうぞ。一人でさまよったつもりがあなたといる、あなたと一緒にいたはずが一人でいる、よくできた人の道ねと、よくできた皮肉な話ねと。はい、ここもね優しい声です。一人でさまよったつもりがあなたといる、
あなたといる、こんな感じで裏声に切り替えてるんですよ。ただ女の子気低いと思うから、別にね裏声じゃなくても優しい声のまま言っちゃっても大丈夫だと思います。男性はもっくんとね、もし同じように歌いたいっていう風に感じてる人がいれば、ここね裏声にしてみるといいかと思います。はい、で次エッジから入ります。あなたと一緒にいたはずが、なんかさ平井堅みたい。あなたと一緒にいたはずが一人でいる、こういう感じです。一人、ここ大事に伸ばす、大事にしゃくる、大事に切る。一人でいる、一人でいる、じゃなくて一人でいる。で次、よくできた人の道ねと、エッジとピッチの変動。よくできた皮肉な話ねと、うの母音が入ってきます。はい、ビメロはこんな感じです。じゃあ次サビです、どうぞ。二人の詰められぬ距離、臆病な僕ら、すべて超えよう。見たこともない、聞いたこともない世界へ行こうか。二人の詰められぬ距離、しゃくってるよ。臆病な僕ら、はい、ここねしゃくり三兄弟出てきます。臆病な僕ら、すべて超えよう、超えよう。ここねしっかり切ってえの音しっかり発音します。でね、声帯すごい閉じてるの、ここもっくん。ちょっとねここ低くてね、その成分なかなか出ないんですけど、私こー、超えよう、超え、超えよう、え、え、こういう感じで息止めてから、こう、よー、こういう感じでやるといいかな。うん、えの音ね、しっかり意識して出してみるといいと思います。で、次ね。見たこともない、聞いたこともない世界へ行こうか。こういう感じです。四角くね、囲ってるところは、しっかり意識をしてね、母音の音を出してください。で、しゃくりとね、音二つで取るところ出てきます。はい、ということで、103解説していきました。いかがでしたでしょうか。相変わらず、もっくんの繊細な表現は残しながら、ミセスっぽさっていうのがいい意味でなくて、すごく新鮮だなっていうふうに思いました。早速ね、リクエストいただいた方、ありがとうございました。採用させていただきました。はい、こちらの曲ね、たくさん練習して皆さんも歌ってみてください。今日の動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひお願いします。私のホームページではレッスンのご予約も受付してますので、よかったら下の概要欄見てみてください。今日使用した解説シートに関してはノートというサイトで全て無料で公開してますので、練習で使いたいよという方いらっしゃいましたら、そちらにも飛んでみてください。はい、じゃあ今日これで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。